火の突っ張りはいらんですよ。はい、というわけで、キーニングマンのねマスクを100均で作ってみました。まあ、なかなか満足はしてます。でね、ちょっとね、いろいろ筋肉マンのマスクについてね話したいと思うんですけども、多分筋肉マンのマスクが一番最初にこう立体化されたのって、ちょっとどっちが先か分かんないんですけど、一つがあのスーパーストロングマシンがスキーボーの中にかぶってたあのピンクの筋肉マンマスクなんですね。今ネットで調べるとあのその時かぶってたやつが復刻されてたりするんですけど、であともしかしたらこっちが先かもしれないんですけど、この筋肉マンネットスペシャルってやつに、なんすかね、このぬいぐるみみたいなマスクが載ってるんですよ。これ確か連載当時に大井争奪編の6王子のマスクの読者プレゼントがあったような気がするんですよね。ちょっと私の記憶、まだ子供の時にはちょっと覚えてないんですけど、なんかあった気がするんですよ。多分そのどっちか先で、その後だいぶ時間経って2004年とか5年ぐらいに、なんかゴムマスクが出たんですよ、筋肉マンの。これはかなり出来が良かったんですよ。ただ、まあ、ゴムマスクなんでちょっとまあジャンルが違うかなというところなんですよね。で、その2年後3年後ぐらいにゲームセンターで、あれな、肉周年の時なんですかね、なんかゲームセンターでこうすごいモコモコした筋肉マンのマスクが UFO キャッチャーで置いてあったですよ。なんかいろんなソルジャーとか悪魔将軍とかもあったような気がするんです。ただそれもモコモコしてあんまりこうなんですかね、いい出来ではないですよ。やっぱ筋肉マンのマスクって私もちょっと今回作ってみて、まあこれはちょっとしょぼいですけど、鼻もなんかちょっとわしっぱなしっぽくなったし、横から見るとなんか立体感もあんま出てないし、で角もですね、ここにこう止めるのがある以上、ここまでこのなんですかね、アイスラッカーを下ろせないんですよ。でどうやって作ればいいのかって結構悩むんですよね。あと顔も人間の顔ですしね、やっぱりこう機械的なね、そのロビンマスクとかだと結構ちゃんとそれなりに作れるんですけど、あ、ちょっと持ってきますね。このね、ロビンとかだと機械だからなんかそれなりにこう作れるんですけど、筋肉マンは人間のね顔ですから、やっぱりね、あの難しいんですよね。で、私がちょっとね、もういいわこれ。でね、私がこの筋肉マンのいろいろある筋肉マンのマスクの中で、これが一番すごいんじゃないかって思うのが、2015年ぐらいにワンフェスでなんかコスプレイヤーさん、筋肉マンのコスプレイヤーさんがこう女性コスプレイヤー、ドムの女性コスプレイヤーにこうつきまとって痴漢っぽい写真を撮ったりみたいな騒動があったんですよ。で実際それ作者の方にも見られて、筋肉マンほんとしないみたいな形のこうツイートされたちょっと騒動があったんですよ。でちょっとまあ筋肉マン的にはマイナス、筋肉マン業界的にはマイナスな話なんですけど、何気にそいつのマスクが一番出来がいいんです。これはね、この人をもっとね、あ、もしかしたら業者に発注したのかもしれないですけど、このマスクをね、このマスクがね一番出来がいいと私は思ってますね、何気に。はい、まあ、そんなことですね。まあ、あの100均で筋肉マンのマスクでも、なんかいろんな商品のマスクでも作っていこうと思います。以上です。ありがとうございました。